やるとするか。さあ行くぜ。俺たちは相当強くなったからな。前回の冒険で相当強くなったから、まあこれで。まあよくわかんないけど。まあソロを超えてくるのがあれだからな。ソロを超えてくるのがサガツの敵どもであるから、まあ俺はちょっとまあ油断はできんぞ。ズボン。トゥルトゥル。どうすっかな。まあ、とりあえず普通にやるかじゃん。テン、テカテン、テカテッテッテカテン。うえ。まあ強くはなってるはずなんだけどな。まあわからん。いら。テテテテン。トゥルトゥル。トゥル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 。いや、ボラオがマジでやべえ。ボラオの鶴かもう尋常じゃねえからな、マジで。もう狂ってるよ、ほんとに。さあ、これで次の世界に行けるってことか。てれ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 。サクサクいけないんだけどな。こっからもサクサクなんかどんどんなんかもう強い感じでもう、おっしゃーやっておるぜみたいな感じのさ、そういうノリでさ。あれ？ここ最後？最後じゃねえよな。そういう感じでいけないんだから。トゥルトゥトゥン。トゥルトゥ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 。どうだ？ん？上か？上に行ってみよう。上なもなしそう。じゃあこっちか。おお、でっかいなんか宮殿がある。なんだこれ。ラミア、ラーバーウォー。なんかいろいろ合いそうだな。不意打ちやめてくれ。バラバラになった。チェーンソーでバラバラになった。何が起きてるんだったよ。もう最近なんか超展開っていうかもうわけなくなって起きすぎなんだよな。根本的に。あー、ちょっと待って、あれ欲しいな。純粋な回復が欲しい。ポテチとかなんか、あれよかったのに。しょうがねえな。とりあえず入ろう。ここあそこじゃね？もちろんいっぱい。うわー、なんかどんどんあれだな、もう。じゃあもう、源氏のサーベルといらねえか、じゃあ。木のあれもいらん。ディフェンダーか。あ、敵出てくんの？敵出てくんの？このような状況から敵が出てくると一体どういった状況なんでしょう、一体。ダンジョンなのこれ。ダンジョンくせえな。マジ？入れそうじゃない？ハンマーヘッド。ててーん。いつもの場所じゃなくて、これ。俺がなんか死んだ時になんかさ、来るあれなんじゃないこうって。言い過ぎで。あ、どうしようもう、いらんだろ。ディフェンダー。あ、でもディフェンダーまあ。ディフェンダー手に入るって分かったらまああれだな。まあそれをちょっと使ってまあ。やってきゃいいんだろうけど。クリスタルがいっぱいあるな。なんなのこの大地は。トゥルトゥルトゥル。甘えろ、一人ぐらいだったら別にいいんだけどな。結局のデスとかも使ってねえよな。トゥ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 。何部屋？もちろんいっぱい。あー、魔導士も結構あれだな。癒しの杖。まあ、癒しの杖もマックスで使いまくってもいいかもな。どうせまた手ないんでしょ、だって。あ、でもいいや。今、現時点でこれをどうにかしなきゃいけないってあれだからな。関羽の鎧。ちょっと待って。ジミーのなんか、まあ、ボール固めた方がいいような気もするんだよな。50か。だいぶ下がるけど、どっちを取るかだよな、ほんとね。こっちじゃない？もうどうにかなんだろう、もう。あっちの方はもう。殴りの方は。巨人はもういらねえじゃん。おい。サークレット。前回のあれだからな。前回恐ろしいほどなんか大量に、わけなくなって入ったから。それがすごくよく感じるというか。よく感じるから、こっちがなんかある、ちょっとなんかランクが下がったような、そういうのも感じるな。やめてくれ。あ、でも地味にあれじゃん、これ硬くなったんじゃないんだよ。そうでもねえか。てれてれてててん。いいよ。もう癒しの爪で、癒しのあれでいいよ。で、それでまあ、なんつうの。なんかあったらまあ、それで、なんか隠せるんだよ、適当に。適当にやればいいんだ、とりあえず。どうにかなるんだ。う
わー、ちょっとこれ以上きついな、本当に。源氏の小手か？サークルっていらねえ。もらったばかりで申し訳ないけど。公明の靴かもいらねえかもな。ルーナックスか。魔力が上がるけど。ただあのスーツはもう、ジャンヌが装備してる、あれ結構いいやつだからな。お！祭壇らしきところに。ん？違うか。まだあれか。何手に入ったっけ？魔導士の杖。コーメン、これもいらねえんじゃ。フレアの書、まあ、フレアでしょう。フレアの書でフレアでしょうってわけわかんねえ。何言ってんのって。なんつった今俺。何言ったかもう記憶いんねえな。てー。何ここ。ラスダンじゃないよね、まさか。ラスダンなわけねえか。でも、ここにあいつがいるってことだろ？あの、オーディンだっけ？あいつがいるんだよな。て。魔界してんのか。そうだ、なんか参ったな。魔界してんのは誰がいたっけみたいな。アシュラ、ヴィーナス、アポロン。あともう一人誰みたいな。残りは奴か。おい。いかにしてくれ。おい、またなんかあの、あそこら辺のなんか出てきたじゃねえか、ちょっと。お！これはなんかいよいよって感じだな。いよいよって感じだからちょっとあれだな。ガンガン使ってくれ。まあ、どうにかなんだろう、きっと。どうにかなるさ。おー、なんかやばそうだな。よ。ついに来たら勇者よ。約束覚えているな。さあ、わしと戦うのだ。なぜあなたと戦わねばならないんだ。教えてくれ。戦いに勝ったら教えてやろう。さあ来い。なそれ。あんたをやっつけたら一回やらなくなるんだろ。あ、そっか。そんなバカなことできないよ。確かにそうだ。ふっ。私に勝てる気でいるのか。手加減はせんぞ。うおー、なんかいっぱいいるな。横なんだやつ。オーディンガラスってなんだよ。いっぱいいるじゃねえかよ。わけのわかんねえやからが。あ、これフレア欲しかったな。波動砲とか使ってみたくないこれ。あ、ミサイルがあるじゃん。もっと全部使います。ちょっと待って。これ、バルカン砲。全部使う。じゃあ、波動砲いこう。波動砲。トゥル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 。ファイヤー。まあ、どうすっかな。まあ、炎でいいやじゃん。強い。1125？ はぁ？見た今の。ね、見た今。1125だよ。何1125って。何が起こったって感じだろ。ディフェンダーでも強いな。ディフェンダーでなんかガードできてる気がする。ちょっと、いやもうせいや絶望してるんだけど。またそっち、何これ、ま、なんだこれ。あー気になる。しかもめっちゃ守ってる。お使い使う。俺思ってんじゃん、グングルにあり。つえぇ。うるせえか。これどうなんだ。戦い続ける気あるか。よーし。なんだよ、不意打ちってよ。不意打ちはねえだろ、いくらなんでも。殺せ。俺を殺しやがれ。敵の強さがもう狂ってきてるぞ、マジで。マジで魔界。魔界だよ、魔界。は？え？それはガチですか、それは。それはガチのやつだ。ちょ、俺、これ次、不意打ち来たらもうあれだからな、俺。よし。許さん。お前も絶対許さん。お前は俺を怒らせたからな。やってはいけないことっていうものがあるんだよ。それを知ってるかい？それをちょっと知った方がいいぞ、君は。魔導士の強みが気になる。
ジミー。何これ何これ、何も起きねえ。波動砲ダメだこれ、もう強すぎる、敵が強すぎだよもう。お、強え、幼稚の強え、うらー波動砲。何が起きた、何が起きたの一体。よし倒せ、ほんとアイロン、おしまいだな。陽一の弓、ま、めちゃくちゃ強え、こんな素晴らしいものがあったのか、陽一の弓最強じゃん。よしいいぞ、二人で頑張ろう、ボロジャンヌ、お前たちに任せた。あ、何がある、最高か、そんなのこれはたまるかおめえは。ドクシュ、倒せ倒せ、よしここで癒しの杖だ、やめんか、倒してバルカン砲。狂ってるよ。まあ一個分かったよ、一個分かったことがある、波動砲。癒しの杖でもいいかもな、じゃあ癒しの杖やるわ。お、すげえ回復してる。毎ターン。ダメだ。倒したは倒したんだが。いや、これは。ちょっと根本的にちょっとなんかもういろいろ、なんかいろいろちょっとダメな気がする。冬打ち無理だっつうの、無理だっつうの。いや強いなマジで。まあ波動砲だろう、波動砲でも、とりあえず波動砲でまあどうにかして癒しの杖でどうにかなるか。くちばしって、くちばしってよ、殺しやがれ。いやこれはあれだな、本当なんかあのビーナス以来のあれだな、もうビーナスってあのエチゴヤもエチゴヤも相当かなりエグかったけどな。不意打ちやめろよ、不意打ちもどうしようもないでしょこれ。まあ波動でどうにかなるか、ぐんぐるにやっとくか、あっちに。いやー、でもなんかな、まあ、いいや、まあ、とりあえず、まあ、リスクを分散させよう。癒しの杖。フレアのショーをやったとしても、まあ、意味ねえんだよ、意味ねえっつうか。ドラゴン立て。ドラゴン立て波動砲。あーこれマジでどうすればいいんだ一体。もうこれしかねえだろ、癒しの杖だよ。スミス、ボロ、ジミー、オッケー。ねえ。てめえ床の後ろ波動砲。つこ。こっから問題はこっからだよ。こっからどうすればいいんだよ。敵が強すぎんだよ。これで？あいつらは横のやつをどうにかするとこでも、これだからな。もう押し切るしかねえ、これ。バカ野郎。燃えろ、燃えろ。倒せ、倒せ。ダメだ。じゃあ、頑張って。てか、すげえ、陽一の弓がマジ強い。陽一の弓強えな。てー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 。でけ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 。おこれ波動なかったら終わっただろ、これどう考えても。ジャンヌ、
よし、あとは知らん、あとは知らん。おお、すげえすげえ、なにこれ。よし、強いじゃんドラゴンのやつ。あの馬野郎馬野郎が、この野郎倒せ。よし、ドラゴンシール効いてるな。ドラゴン強くね。よし、燃えろ燃えろ。さあ1対1だ。絶望しかねえ。いやつかもう波動砲がもうこれあれだよ、波動砲がもうなんつうの通って、なおかつもあいつにもうぶちのめすぐらいな、もうそのぐらいのあれじゃないともうダメなんだよ。おおよし、やばい、ここで俺が盾使ってれば、盾使ってれば勝ったかもしんねえ。やっちまったな、やってしもうたじゃないかこれは。さあ3人で頑張ってくれ。なんだこれ、もうぐんぐんに、ぐんぐんに力終わってるよ。なにこの強さは、もう狂ってやがるぜ。うわどうすればいいんだこれは。ちょっと抜本的な、ちょっとなんつうの、あ、なんかいい術の盾とか使ってみてえな。ドラゴン、ドラゴンの盾でこれだからもっとさらに強いかもしんない。まあそれはありえるかもな。てんてんてて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 てよし。狂ってるとしか言わない。もう狂ってるとしか言わない。これなんだよ。これ使えんのこれ。じゃあ使えると願って、ちょっとそれやってみよう。まあいろいろちょっと試すことが必要だからな。で、さらに、いや、さらにちょっともうあとなくね、もう。もういったあとなんもなくね。核爆弾。核爆弾使いてえな。ディフェンダー、フレアの章。フレアの章ってこれも、まあ、唯一の意味あるよりかは、まあそうだな。じゃあフレア行くか、じゃあ。まあ、マックスでやれることを祈って。フレア、フレアの、まあでもそんぐらいだよな。ブラッドソード、ブラッドソード待ってます。そんな。まあ。いらなくねえか、まあ、いいよこれで、どうにかなるよきっと。ああ、さあこれさ、こいつ勝ったらどうなんだろうね。そうだ、これ全部俺こいつと、なんつうの、こいつとおしまいじゃねえかよ。あ、いつの盾がある、これどうなるんだろう。もうこれからも戦いどうすんだ一体。もうおしまいじゃねえかよ。よし、うお、敵来た敵来た敵来た。よし、フリャ強え、うらー、ハドー、全員どうやら生き残ったようだな。まあ、じゃあひたすらフリャだろ、もう頑張るしかないだろ。あー、スミス、おし、タキタいいぞ、ついに来たか、ついに来たか、これ頑張って頑張って頑張って、もう俺たち行くしかないんだもん、このまま。よし、イージスの盾、これがイージスの盾の力。なんという強さだこいつは。癒しの杖、癒しの杖、マジで杖、癒しの杖がやばい。ぶっ飛ばせ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 
ぶっ飛ばせ、ぶっ飛ばせ。よし、終わった。何もかもが。政宗、よかったぞ勇者。わしは氷の力で多くの戦士たちに救いの手を差し伸べてきた。だがわしは長く生きすぎた。最強の戦士と戦って大きく息を引き取るのがわしの望みだった。今その望みが叶う。オーディン、まるで孫たちに囲まれておるようだ。わしが死んだらもう生き返って戦うことはできない。なんで？俺どうすればいいの？マサムネはどこ？何それ？なんでそういうことすんの？なんでそういうことすんだあいつは。お、マサムネどこ行ったの？マサムネは。レース、その他。秘宝か？マサムネ。よし、ジャンヌにエイジの盾あげよう。使えるの？あ、使える可能性ある。だったらあれか。ちょっと待て。能力を見よう。いや、ちょっと今なんか俺も何をどうすればいいのか。ちょっと今ちょっとなんか、ね、ちょっと軽くちょっと今放心状態になってるから。オーディがいなくなってしまったっていう。それはきついだろ。それは無理だろ。上がってねえし。上がってねえしよ。スミスとかこれ持てるんだったらそれでやってもらえばね。ってやってもらってこれでさ。まあ、その方がうまく分担できていいだろう。ちょっとなんかもう、どうしよう、なんかもう軽く俺放心状態なんだけど。秘宝いくつ ?76 個 !76 個だ、あと1個だ。あと1個だね、全てが終わるの。何それ、何ここ、これどこに繋がってんの。なんでオーディンそんなことやっちゃうわけねえ。いいよ、もう不意打ちだもん。何がチェーンソーでふざけすぎだろこれ。殺人鬼、殺人鬼。おお、これね、さらにどっか行ける感じ。あれがねえんだよな。まあいいや、ちょっと休憩しようもん。ちょっと俺は休憩させてもらおう。さらばだ。